Now on Tap はあなたがスマートフォンを使っているときに今知りたい情報や次にしたい行動をサポートする Google 検索の新しい機能です。例えば友達とホームパーティーのメニューを決めようとしているときに Android のホームボタンを長押しするだけで Now on Tap が起動。そのメニューに関連するインストール済みのアプリや検索結果などに直接行くことができます。クックパッドを選ぶとアプリ内でのそのメニューのレシピ検索結果ページへ。カフェでツイッターを見ていたら気になるアーティストを見つけた。そんな時も Android のホームボタンを長押しすればそのアーティストについてもっと調べることが簡単になります。 YouTube を選べばワンタップで PV をチェックすることができます。朝スマホをチェックしていて気になる地名があったらすぐにホームボタンを長押し、 Google アプリ内の検索結果を見たり地図を開いて場所を確認することが可能です。友達とのお茶をする約束で会話に出てきたお店、ホームボタンを長押しするとお店の場所を地図で確認したり、お店にそのまま電話したり、食べログなどのアプリのページに直接飛ぶことも。行きたいお店や時間が決まったらホームボタンを長押し、カレンダーの予定の作成をタップすれば Now on Tap が会話の中から明日待ち合わせ時間、そしてお店の名前をカレンダーに反映します。あなたの生活を便利にする Now on Tap はお使いいただくほどに便利になります。まずは Nexus などの Android 6.0 搭載端末でこの新しい機能をぜひお試しください。